どうも皆さんこんばんは。今回はネタバレ注意の動画です。ノーウェイホームのネタバレ注意な動画です。タイトルにもある通り、今後のスパイダーマン映画がの展開がね、やばいということで、胸熱なその展開、いろいろ情報が出ているんでね、紹介していこうかなと思います。まずトム・ホ版スパイダーマンに関しては、また MCU として新3部作でね、戻ってくる可能性が高いっていうのが12月24日ぐらいに発表されていて、さらになんと今回ノーウェイホームに出てきたあのピーター2のトビー・マグワイア演じるサムライミ版のスパイダーマンがですね、なんと続編が制作されているというね、ニュースもヤフーニュースとかでね、いろいろ報じられています。しかもそのサムライミ版のスパイダーマン4に関しては、実写ではなく、なんか CG アニメになるみたいな、そういう風に言われていて、またね、スパイダーマン見られるということで、トビーマンのスパイダーマンが、またノーウェイホームから新たに見られる。そして、MCU のリーク情報を流しているツイッターのアカウントがあるんですけど、MCU ソースって調べていただければ出てくるんですけど、そこではなんと、ちょっとこれは信用に欠ける情報ではあるんですけど、なんと、アメイジングスパイダーマンの続編ももしかしたら作られるかもしれない。というのがね、書いてあったんですよ。なので、このノーウェイホームを通じて、もしかしたら、全部のスパイダーマンが、続編が見られるかもしれない。もうファン待望の続編ですね。アメイジングスパイダーマン2に関しては、もういろいろ中途半端な形でストーリーが終わっちゃっているから、これは確定ではないんですけど、見たいよね、続編。こういう形で過去の、歴代のそのスパイダーマンの続編が作られるって形になるっていうのは本当に、すごいことだよね。いろんな俳優がヒーローを演じてきたっていうやつの中には、スーパーマンとかバットマンとか他のアメコミにはなるけど、あったんですけど、その俳優での続編が復活するみたいな、そういうのはかつてなかったんでね。また出演するってのもね、なかったので、ノーウェイホームがいかにすごいか、凄さをね、改めて実感できましたね。そして、そのスパイダーマンノーウェイホーム、すごい興行収入打ち出してますけど、どこまで伸びんのかな。エンドゲーム超えるんじゃないかなとは思うんですけど、面白さ的には超えてるんで、面白さというか、エモさ的に言うかな。面白さは一緒ぐらいか。いや、マジで、サムライミ版の、スパイダーマン見たいよね。スーツ変えてみるか。ピーター版、MCU 版はさ、スーツが、結構頻繁に変わってたけど、サムライミ版に関してはスーツ、ブラックになったぐらいだわからね。全然変わってないっちゃ変わってないし。やっぱサムライミ版の印象としては、ガジェットに頼る感じがないからさ、納金な感じがあるよね。そのスパイダーマン4で戻ってくるということで、その続編的にはどういう風になるのか。ノーウェイホームのことを記憶して、世界が変わってるのかとか、そういうのも気になりますね。グリーンゴブリンと、サンドマンと、ドクターオクトパスが助かった世界線のお話なのか、ピーターが、殺しちゃった後の世界なのか。そこも気になるとこではあるんですけど、ノーウェイホームを見た限り、
ピーターたちは殺した世界線からやってきてるよねということで、その平行世界的に言うと、グリーンゴブリンが助け、グリーンゴブリンを助けた。あとはまた違う世界線って感じで、まあ要はサムライビ版のスパイダーマンのヴィランは3人いたので、サムライビ版の世界線は4つに分かれたんじゃないかなみたいなこともちょっと思っちゃうんですよね。だからそこの世界線の話がスパイダーマン本もし制作されたらどうなるのかってのは気になる。もちろんこれはアメージング版にも言えることで、まあ確実な情報ではないものの、もしあるとしたら、スパイダーマンのその、世界線はどうなるのかっていうのも気になるところですね。そして、なんといっても気になるのはトム・ホバン、MCU のスパイダーマンですね。これはもうみんなが記憶を消しちゃって、新たなスーツを身にまとい、どんな形で再登場するのかってのもちょっと気になりますね。で、映画の最後には、ベノムとの共演があったので、次回作あたりでは、もしかしたら来るかもしれないということでね、可能性はあったり。ちょっと気になりますね。どっちもいろんな話ができるから、どんなストーリーになるのかっていうのも、もう無限に考察しがいがあるというか、楽しみなんだよな。一応サムライ版にも、リザード、コナーズ博士出てたからね。4ではリザード来るんじゃないかみたいな。もともと4が制作が中止されたのが、確か、あれだよね。MJ のヒロイン役の人が降板とかして、プラス、サムライミ監督が、次の、提示されたストーリーに、あまり、好印象を持たなかったというか、まあそういうのがいろいろあって、新三部作で、ある予定だった、サムライミ版4、5、6、これが、制作されなかったと、とんざになっちゃったと、それが4で復活するということで、まあ似たストーリーになるのかわかんないですけどね。そしてアメージングスパイダーマンは、まあ2があんまり振るわなかったというのは、続編が作られなかった理由かな。まあだからそれに救済されるって言えばそうなっちゃうけど、続編ができるっていうのは本当にすごいことですね。交通事故の現場を確認、行かなきゃ。行かなきゃ、行きません。いやー楽しみですね。まあということで、まあ MCU 版の新三部作、これもね見てみたい。まあなんだかんだスパイダーマンは三部作目で終わっちゃってるというか、三部作目がやっぱ最後になっちゃってるのがあるので、そこは次の新三部作もう本当に気になる。みんな知らなくなっちゃったからね。もしかしてアベンジャーズ入るとかそういうのもあったら、はじめましてってなるわけだから、もし参加することあればどうなるのかってのも気になる。やっぱスパイダーマンはすごいコンテンツですね。ということで今回はサムライ版スパイダーマン4が制作されているって話と、アメージングスパイダーマンの2の続き、これももしかしたら可能性はあるということで、まあこれは定かではないんですが、まあ、リークしているアカウントがツイートしてたと。そして MCU 版は新三部作トム・ホバンがね決定しているということで、今後の展開が胸熱なスパイダーマンの映画情報でした。まあもちろんスパイダーバースが
もう一個あるんでね、そっちのお話も気になるところです。ということで皆さん、また次回。